丈夫。4km 先。みんな聞いてくれてて嬉しかったです。ね、うん、みんな今リアル知ってたでしょ、だって。はい。ありがたいね。まあ、でも叫べよかったですね。叫べよかった。ったちょっと感動した、うん。通行してる人が知ってくれてたからよかった。結構看板見て指さした人いましたよ。ああ、そう。はい。あれ、そろそろ入り口を入る。なんかいいな、北海道の高速とか。うん。ああ、でもそうですよね、皆さんにとっては。そう。名物とかあんの？どこどこのサービスエリアの何？まあ、ご当地ものはそれぞれある。大体ありますね。これ中山峠とか行かないですか？中山峠はね、あの芋店が有名です。俺それもちっちゃい頃から大好きで、明日そのジェーンと樋口くんとダンカリー先生が時間があるっつうんで、はい、この洞爺湖とか行くんだって、普通の揚げ芋なんだけど、はい、移動規制です。でも俺もすごい好きなんだよね、洞爺湖だったら。それこそ大好き、若菜芋が。若菜芋ね、あるんで。あ、さっきもらったんだよ、そういえば。アンポテトっていう。アンポテト有名？有名。最近 CM めっちゃ売ってます。マジで？はい。うわっ、これ若菜芋の袋なんですけど、中に入ってるやつ私が大好きなアンポテトっていう。あ、これめちゃくちゃ美味しいんですよ。マジで？ありがとう。洞爺湖の周りにその若菜芋のお店あるんですけど、うん、そこ揚げたてのやつ食べれて。へえ、美味しそうだね。もう全く別次元の美味しさで。へえ、もし時間あったら。あれ？白。あ、行く方がいいですか。そう、これ砂川パーキングエリアで。これめっちゃいいじゃん、これ行く。アイスはあるじゃないですか、北海道ソフトクリームがあるじゃないですか。食べたい、食べよう。じゃぐか、これもう口の周りベッドベタにしよう。食べ方はちゃんとしてください。もらったアンポテトも良かった。ちょっと森本君と小玉さんでこれ。ありがとうございます。揚げ芋、これで俺、ま、芋好きになったのかもしれないな、もしかしたら。やっぱ子供の時に食べたものって、その、それで味覚決まるとか言うじゃないですか。俺、軒並みちっちゃい頃に食べてたものなんですよね。この揚げ芋とか、コカ・コーラもそうだし。あー、します。マイナー揚げ芋。小川さん、反発です。ちょっと、まだ口の中入ってる。アンポテト食べていい？開けますね。はい。これは大丈夫ですか？ちょっと一回芋で攻めていいですか？まあいいですけど。芋で生で生で生で芋みたいに遊びたい。いや、マシュマロがもちろんあんまちょっとうまい。あ、めちゃめちゃうまいわ、ほら。ちょっともう一個食べたい、ほら。今好きなのは何ですか？じゃあ、ね、マシュマロはいいんですか？今じゃあ俺マシュマロ食います。うわ、対抗していくんだよ。そうなんだよ。また来るんですか？どこが出すの？浅いもんですよ。え？衝撃。あ、じゃあやっぱ俺 DNA レベルで多分あるんだな、若菜芋がの人が作るものが好きだっていうのは。若菜芋もめっちゃ好きなんですよ。あ、うまいんだよね。なんて言えばいいんだろうね、あれね。長島の若菜芋。うわ、うまい。ちょっとすいません、アンポテトもう一個いっていいですか？確かに。アンポテトのフリしてもらえない？いや、いらないです。ラストアンポテト、もう絶対これで終わり。うまいわ。うま。変わります。マシュマロマンいっちゃいますよ。うまいな。芋マンはもう芋マン限界が。芋食ってだってね。芋食ってパワー。4芋でアンポテト4つだって。もう芋マンは限界ですわ。芋がいっぱいになると眠たくなっちゃう。芋チャージしちゃうとどんどん眠たくなる。もうマシュマロマンに託そう。マシュマロマン元気いっぱいですよ。さっきから入りましたよ。この芋マンは芋マンを食べ過ぎると
ね、眠気を覚ますために窓を開けるのだね。ロータの釣りだったと思う。窓が、ね、そうですね、チャージつけ間違ったチャージ今まで強い時いつなんですかえ、芋食べてない時じゃないね、助けてとはならないですよね。芋マンが助けてだからね。確かに食べれば食べるほど。芋マンウィンドウ。しかも自ら招いてるピンチだから。自滅を防ぐためのこの技2つだから。じわじわ来ます。アミー長入りました。ビエーザー。綺麗。おお。すごいね。なんでって。なんでって。うわ。これ何？これなんですか？でもああマシュマロが。でも小さいひまわりに見える。なんでってやばいですね。面白い。おお。来ました。ビエっぽい。なんでこれ。なんで？いいっすよね、人工物がこう何もない感じが。おー、素晴らしいね。なんだろう。イモマンフロントイン。おイモマンフィニッシュ。お疲れ様です。お疲れ様です。長旅長旅。ついに遠山さんが駐車場に止める瞬間を味わいました。す、まあ、マイスコピュー。マイスコピュー。銀の高い。そうね、かわいい。青い池。本当に池があるだけです。池があるだけ。本当に。なるほどね。はい、それがすごい。わかりやすい。うわぁ。え、どっか。あ、でもすごいね。めちゃめちゃ綺麗。うわ、すごい綺麗だ。いいね。手遅れた。綺麗ね。もう一個、もう一個。みんな、ちょっとちょっと。もういいだ、もういいだ。でも綺麗、幻想的で、これ例えば天気によっても色変わるってことでしょ。はい、ね、いや、いいっすよ、素敵。昼間もっと水色ですね。うーん、曇りだからね。そうですね、でもこれだけ青いから。うん、いや、いい、いい。皆さんで写真大丈夫ですか？いいんですか？いいですよ。全員集合で、ほら。ありがとうございます。全員集合。はい、せーの、はい。もういいわ。ありがとうございます。もういいわ。ありがとうございます。何年生今？高一です。高一？ラジオとか聞いてる？いやー、あ、けど車乗ってた。ラジオさんの。あら、ラジオさん。何のラジオ聞いてるの？なんかたまたま流れてるやつ。はい、今度じゃあスクールオブロックってラジオ今度聞いて。あ、知ってます。あ、来た。それよ。それ。写真撮っとく？あ、撮っとく。クラフィルマのやつよ。わ、来た。
来た来た。青い池、ちょっとお母さんたち急に変わりすぎだな。はい、チーズ。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。出てきてる。こんばんは。ヤブンにどうもすみません。はじめまして。でもカントリーマンドライブ見てますから。ダガリ先生。ジンさんも知ってます。会ったことあるよ。カントリーマンド先生。ああ、ラジオで来ていただいた時。本当マジで狭いからね、カカね。狭いの。マジで狭いですからね。入っちゃう。カニ味噌とかカニももらったんだよね。似てるでしょ。似てます、めちゃめちゃ似てます。お母さんドライブ見てんの？ YouTube で見させてもらって、はい、面白いんだわ、その会話が。会話が、あ、そうですか。やっぱり実物のがいい男だな。いや、ほんとほんと大輔もね、よく言われんの、はい、テレビでっていうか見るよりも、はい、大ちゃんこう実物のがいいよね。誰が言ってるの？誰が、うん、マンションの人。犬、すごい元気が良すぎんのよ。毎日12000キロじゃないや。ポール歩いてる。地球一周ぐらい一周してる。もう68歳になりました。まあ東洋も校長、今までいろいろありがとうございました。本当にあの、うん、母さん嬉しかったです。もうすごく立派だったなと思っている。なんか本当にあの。なんかね、うん、泣いちゃった。恥ずかしいけど、本当に最初心配してたんですよ。この子できるかな。うん、いろんなね、人の相談乗って泣いたこともあるんですよ、ラジオ聞いてて。でもまあ乗り越えてくれて、ここまで頑張ってくれたから泣いちゃった。それも皆さんのおかげだと思ってます。ちょっと終わるのは寂しいんですけど。いろいろ本当にありがとう。みんなも頑張ってくださいということで、すいません。なんか感動しちゃった。離れて暮らしてるけども、本当にね、あの不器用な子だから、もうほら高校卒業してすぐ行っちゃったから、うん、で3ヶ月泣いてましたよ、私こいついなくなってから。本当にありがとうございました。私ね、嬉しいんですよ、皆さんいい人だし、あー、大ちゃん東京行って頑張ってやってこれたのも、スクールオブロックやったで自信もついたと思うし、多分喋りも多分ね、お父さんと言ってんだけど、だいぶあいつも上手くなったなーって言って。いや、この時間にありがとうございました。あ、いいえ、ありがとうございました。本当にいろいろありがとうございました。そうですね、うん、それまで明るく聞きます。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。